焼肉食べたい。どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。 TUG トロール教ユニバーシティカッコパート1、トロールで狂う大学っていう感じですかね。で TUG っていうのはトロールを作ってるチームらしいんですよね。確か100人を目指してるみたいな。100人ってめちゃめちゃヤバくないか。管理するの相当大変だと思うんだけどな。そして説明文にコラボレーターズ、マンボウ、ひし形、フー、テルル、タマト、フッキーから、アサヒナ、ヌルス、デスリー、シェイドキティって書いてるんですよ。ってことは合計9人で作ったトロールコースみたいですね。いやこのメンツを見てもさ、すげえ豪華っていうのはわかるんだけど、クロードさんばっかりだからめちゃめちゃヤバいコースだと思うんだよな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.42%。 そんでさっき TUG100 人目指してるって言ったじゃん。僕が昔動画でね、100人で作ったトロールコースとかヤバくないって言ったことがきっかけで、それを作ってるとか作ってないとか、いやもうそんなのやめてくれよ。嬉しいんだけど、もう僕はね苦労する未来しか見えませんよ。じゃあこれはボム兵叩けばいいの。ボム兵を叩いて、なになにこのブロックちゃん、そして P がずっと鳴ってるけど、なに右に行けるね。はい、開幕こんにちは。いつも思うんだけどさ、ここのアイディアは誰が作りましたっていうのがあればやる方も楽しいと思うんだよな。このアイディアはシェイドキティさんが作りましたみたいな、いやあいつがクソみたいな感じでさ、絶対そっちの方がいいと思って。次マリオメーカー3が出たらそういう機能つけてもらえませんかね。成敗されたとこざる。誰だこの場面を作ったやつ。あっちに行ったらダメ、こっちに行きなさいっていうのばっかりじゃないか。そういうコース俺やだ。嫌いじゃないよ。じゃあ黙っとけ。リンクを取れましたけど、リンクでバネを、あ、こんなに僕を苦しめるんなら100人集まって苦労してコースを作ったとしても僕は絶対にやらないんだからね。お前だよ、さから分かってんのか。うるせえ。あいたー。冗談じゃん、本当に100人集まって作った時はやらせてもらいますよ。その、あー、まあ多分100人集まるとか無理だと思いますけどね。めちゃめちゃ喧嘩売ってる。でもね、鬼畜すぎないでね。何人かで作ったトロールコースって鬼畜すぎるのが多いのよ。そこんとこだけマジで勘弁してくれないかな。こっちもさ、やるのに気合が入るっていうか、何このキノコ取れないんですけど、どうすれば。キノコ様、そういや最近肋骨にひびが入ったじゃん。1ヶ月間は禁酒らしいんですよ。それがマジでめちゃめちゃきつくてさ、ダークショット。なんでそろそろ禁断症状が出てしまいそうですよ。僕そんなにアル中とかじゃないんだけど、やっぱり1ヶ月間も飲めないって分かったらめちゃめちゃ辛いのよ。まあみんなからすれば1ヶ月間お菓子禁止みたいな。相当きつくない？てかこれどっちよ。こっち左上行ったらお酒がもらえるのかい？僕にお酒というオアシスを。ノーじゃねえんだよ。すいません、あまり動画で喋るような内容じゃなかったですよね。やっぱ未成年の方とかもたくさんいるし、お酒の内容はちょっと控えておきます。最近 G が出たんですよ、寝室で。もっと言うことじゃないかもしれない動画で。いやこの話はやめておこうか、知らないしさ。で寝室で出た時ってもう寝れないじゃん絶対。これどうする、戦わせてよ。これがピオキングホイホイか。これさ、めちゃめちゃ早く行けば USA を取った状態で上に、あ、やっぱ行けるよな。さっきはさ USA 状態なくしてしまったけど、これ叩くどうする。このブロックは何。いや叩かないでおこうか。上に行きます。多分ね、叩いたら隠しブロックが出て下に連れて行かれるっていう感じだと思うんだよね。で寝室で出てそんな寝れないじゃん。でもさ、そのアースジェットみたいなのを持ってる時にいなくなったんだよね。持ってきてる時にもう不安で不安でさ、もうやっとの思いで倒してさ、ここで中間ポイントゲット。やっとの思いで倒したのはいいんだけど、倒した後拾うのもキモいよね。なんだそれ。みんな本当ごめん、こんな汚い話をして。もうやめます。お詫びにと言ってはなんですが、僕の G 以下の汚い声をお聞きください。あいおえこの攻撃は勝ったわ。これ何のためにボム兵が出てきたんだろうね。さっきは巻き込まれてしまったけど、ここ下が壊れるとかそんな感じなんかな。いやそういうわけじゃないか。オンオフを変える必要がある。ならこのオンオフを変えてみようか。この死ぬ底ないか。やべえ、みんななんちゃんがクモ攻撃してる。ちょっと退治してきていいかな。ふう、退治してきたぜ。なんか僕の家虫小屋みたいですか。いや普段はマジで綺麗好きだからね、勘違いしないで。自分で言うのもあれですけど、なんだこの心図のちくわブロックは。ちょっと今噛みそうだったね。じゃあこのドクロリフトの、いや下行く、
一旦下行ってみようか。何これ、こっちで合ってないよね、絶対に違うよね。いや、ここワンチャン開くっていう可能性あるんじゃない？お前ら帰れって、何なんだその龍馬、今すぐ帰れ。いや、ああいうシンプルなやつすごく好きですね。クリボーっていうのが面白いよな。じゃあドクロリトン乗っていこうか。うわ、このドクロリトン乗って右にジャンプしたら隠しブロックがあって落とされる。そうだろ、私はもう全て右リングフィットアドベンチャー。いいよその調子だ、もっと腕を前に上げて、はい、ワンツーワンツー、もうワンセットいこうか。ガイガイガイガー。今なぜか左に行ってしまったんだよな。僕の操作ミスかな、勝手に左に行くっていうことはないもんな。土管は入れない。じゃあオンオフ欲しいの。うわどうすん、こっち来るじゃんか。じゃあ一番右まで行こうか、ここまで逃げたら大丈夫。ここさ、バーがあってくれてめちゃめちゃ助かった。じゃあハテナブロックを叩く、そしてすぐ右に行く。これで土管、やっめちゃめちゃ調子いいんじゃない。でまたリングか、どうする。これさ、一旦ハテナ叩いてみようか。コインか、オープンだ。いやこれもう叩く以外だ。うわ、これ当たる。あ、当たんないのか。じゃあ上に行ってもいいと思うんだけど、多分アイテムが出てくる以外ないよな。やっぱりそうだと思う。このつらら、待て待て、中間ポイントがあるじゃねえか。絶対これ取れるんじゃない。もうこのブロック壊したら終わりだよな。バレー、次こそあの中間ポイントを取ってみせるぜ。待ってろ私のジュリエット、爆弾が爆発する前に下に降りておく。そしてここ右をシンパしておけばよかったかな。土管、あ、土管は隠れてないか、ブロックが見えるもんね。うわこれ上ドス見えるって、お前は見えてなかったよ一緒やじゃん。みんな右上のドス見える、あのドスが下に落ちてくるかどうかなんだよな。もう急いで行っちゃうか、頼む。まあまあここで無事中間ポイント2ですよ。9人で作ったかもしれないんですけど、じゃあちゃんとクリアさせてもらいますよと。で上のドッスンは右を向くのか、じゃあジャンプして避ける。でこのドッスンは押してくるんじゃない、大丈夫かな。あ、下向いてないね。お家で来れないのかお前は。なんでよ、ここは急いで抜けよう。で隠しブロックとかあるんじゃない、この辺に。なさそうだね、ドッスンの上はいけそうにないよな。おいおい、50回の方だって僕が行くわけねえだろ、絶対に行かねえかんなその場所に。はだー、上にジャンプする、そしてすぐ右に行けば。あ今やられたと思ったけど大丈夫なのか、ここ下から抜けれるんだね。さあドアに入っていきます。なかなかやるじゃないの。でもそっちは9人、僕は1人なんですよ。その辺分かっていますか。その時点でもうハンデなんですよ。さあハテナブロックを叩くか、キノコを持ってこいって書いてる。ハテナブロックを叩いた瞬間どっかにキノコが出てくるはずだ。左の丸々、そこだ。さっさやり直せ。もうさ、トロールコースによくあるキノコを急いで取れっていう罠やめない。こんなの一回で取れるわけないもん。あ、言い訳を言ってるって思ってるでしょ。言い訳を言ってるんだ、言い訳なんか言って。言い訳、そう言い訳。あ、ここチーズ取らなきゃいけないのね。もう罠に引っかかったと思ったじゃねえか。なんだあの鼻とんがりコンブ、ここは絶対何かあると思うよ。ほらだ。あ、いや、期待させた。意地でも左のドアに入れさせないっていう気持ちが強い。じゃあジャンプして、デカキノコがあったよね、ここで右押しっぱ。いや、これはいけるかな。よし、もうゴールはあった、絶対に一発で取ってみせるさ。教科書みたいな叫び方だな。このドアに入るでしょ、で左ダッシュでいいのかな。左ダッシュしてみようか、そしてジャンプ。そうするとあのメガクッパに襲われない。メガクッパは危ない危ないよ。何もしないでいいかな、レールが勝手に連れてってくれる、お願い。やだ
いやすごい楽しいコースでした。9人のアイデアを集めるのはすごく大変だったと思うんですけど、また無理のない程度で期待しています。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、 USA マリオの裏技一発マリオ期間限定コース。説明文に1ヶ月以内にバンされる可能性があるコースなので、お早めに攻撃を。任天堂様、バンしないでくれ。任天堂アウトですって書いてるんですけど、これはバグを使ったコースなんかな。この小顔くんさんが作るコースっていつも面白いコースばっかりだから、これも面白い何かだと思うんだよね。 USA でまだ見たことない世界が見れるかもしれないね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 6.26%。 まあクリア率が結構高めだからネタコースなんかな。でゴール条件は50コインを1枚取ってからゴールか。さあまだ見たことのない世界よ、僕に見せてくれ。うるせえって、まだ始まったばっかりなのに。じゃあこの土管の中に50コインがあるのかな。まあ今の画面にはないよね。あ、50コインあったね。でこの50、何え、上戻れんくない、下の土管に入れっていう感じかな。でこのファイヤーフラワーも何、え、マジでただ閉じ込められただけなんだけど。意味わからんって。よく考えろ、この画面に何かヒントがあるはずだ。ボブ兵がいる、そして弾が飛んできてるってことは、このボブ兵を持っていけっちゅうことだと思います。ただこのボブ兵、やっぱり土管の中入ったら消えちゃうよな。あ、わかった、このバネを抜けみたいだ。無理ですけど。なら残された道はあと10個ぐらいあるよ。ありすぎだって。隠しブロックがないか調べてみようか。まあ、隠しブロックとかないと思うんだよな。このボブ兵を抜いて投げた瞬間土管に入る。ボブちゃん、ならもう一つの方法だ。 USA マリオのまま土管に入る、そしてここでバネを抜けはしないけど、ファイヤーフラワー取った瞬間抜けるわけねえだろ。もうね、どうすりゃいいかわからなくなって勝手に縄跳びしてるんですよ。どうしようかこれ。多分ね、ボム兵を持っていかなくちゃいけないと思うんだよな。ただその持っていき方がマジで分かんないのよ。それかこの下の土管に入るか、どっちかなんだよな。ちょっとさ、このバブルを時間差で出してみようか。そしてバブルを避け続けてみる。そうすることによって時間差でボム兵が降ってきて上のブロックを壊してくれて土管に入れるみたいな、もう USA キノコの裏技でもなんでもないですけど。これ意味あるかな。絶対意味ないような気にしない。いや違う違う、絶対こんなんじゃない。ちょっとやり直そうか。これクリア率 7% あるってめっちゃすごくないか。もう見てる方で分かってる人いるのかな。ここでボム兵が爆発する瞬間に下に行ってみようか。ここ待てよ、ボム兵が爆発する瞬間に入るんだったらこの弾に当たるのと一緒じゃないか。弾に当たった瞬間に土管に入ってみます。はっ、これ持っていけた、もしかして。来た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 、よっほっ。え、こんなのあったの。これバグなんじゃないかな。これで上の土管に戻ったらゴールできますみたいな。いやこれすごいね。見つけた僕もすごくないですか。いやカットしてると思うけど、めちゃめちゃ時間かかったよこれ。新しい USA の世界が見れましたね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ一発ネタシャープ45。説明文は難易度星によくある階段系って書いてるんですよ。まあ確かに階段系の一発マリオって多いよね。でも今回は見たことがないような一発マリオ、階段上に毒キノコを設置してるんですよ。だからこの毒キノコをジャンプしてかわしたら終わりっていうコースなんじゃないかな。ただこの毒キノコ10体もいるんだよね、僕を含めて11人ですよ。サッカーでもやろうってか。上等じゃねえか、僕だけキーパー、お前ら10人のオフェンスを止めてみせるぜ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.65%。 実際そんなサッカーやってたらいじめだと思うんですよね。漫画とかでよくあるじゃん、リンチされるやつ。さあ始まった、この毒キノコを枯らしますぜ。何言ってた。これさ、ワンジャンプで終わりっていうコースなんじゃないかな。これをジャンプしてかわして、え、これもクリアなんじゃない。なんだお前ら、どうやってかわせばいいのよ、あの大量の毒キノコをさ。ここでちょっと待っておいてみようか。そしてこの間に、無理ですけど。上で待つことが無理っていうのは分かった。なら下に行って、あの一マスの隙間があるじゃん、この毒キノコの隙間を、かわせ、毒のだけ、この毒の階段をかわせば終わりって思ってたって。何をこんな狭い隙間をくぐれてさ、こんなの、右の毒キノコの動きをよく見ておこうか。絶対どっかに穴があると思うよ。こんな狭い隙間をくぐれとかそういうわけじゃない。分かったかもしれん、ここか。いや
いや、瞬時に動けた僕の反射神経を褒めてほしいね。すげえ楽しいコースでした。どうもご視聴ありがとうございます。